さっと吸う話ね、はい、あとは何でしたっけ。あ、そのフレーズが続かない、息が続かない、はい、されてるのは意図的ですか。無意識です。無意識。はい。背中に入れようとしてますか。特にしてない。背中に入れようはしてない。お腹に入れようとしてますか。お腹に入れようともしてない。はい。じゃあ、はい、わざと息を吸うときに胸と肩を持ってそうす。これはビートたけしな。鼻からいっぱい息吸ってください。上がりますよね。それを誇張するつもりで、はい、わざと吸ってみたら、そう、そんな感じで吸おうと思って吹いてみてください、はい、それがどれぐらい機能するか、うん、そう、練習をちょっとしたいと思います。じゃあ、本当にこの辺りを広げる、持ち上げるつもりで鼻から早く息吸います。だけ置いてもらって、で、うん、息吸わずに、これとは別なんですよ。息を吸うときに肋骨が動く。そうそう。じゃあ全力で早くを何回か繰り返します。ちょっと鼻詰まってますちょっとこの辺とかどっか引っ張られるのを感じ始めれば割と実験成功。そう、その辺感じる、はい、続けましょう。鼻くそ飛びそうですけどそう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 、ちょっと楽器を、特に何も考えなくていいので普通に吹いてみてお腹に吸い込もうとしてきた歴史はありますか。かなりあります。かなりあるね。いや、それだ、はい、でも過去ですね。過去です。で、実は1年ぐらい前から由美先生にお世話になっていて、でそのお腹に吸うのを、まあ、やめようじゃないけど、こう肋骨が膨らむことを意識しようというのは最近すごく思っているんですけど、その歴史が長すぎて、無意識に多分こう忙しくなってくるとお腹に、そうですね、はい、そうですね。この動きはお腹に息を入れようとするイメージの表れです、ね、どうしようかな。切羽詰まるほど多分そうなってる、ね、お腹がないってことにしてみるもう食べられちゃった。ロックも背骨見えてる。すっかすか。速
灰は残ってる、うん、でちょっとイメージで吹いてみましょう一応。後ろっていうよりかは背骨を下からグンって伸ばす。そう、それ、うん、うん、そうそう、それを。じゃあ、お腹を出すって感じです。カスル、あの腕を引かないカスル。そうそうそう。腕引かずに。カスル。そうそう。逆方向の練習してます。しちゃえばいいんじゃないかと、うん、結構聞き回りましたね、はい、お笑い好きの人だったら本当はこれ春日じゃないんだよね、川島クッキーって分かる、分かる変な動きしてる、分かります、なんだっけ、分かります、分かる人いる、クッキーの動き、うん、一人も分からないですね、あ、分かる分かるこういうことやってるじゃないですか、関係なく全部こっから上で完結させられます。曲げて伸ばして、そうそうそう、曲げて伸ばして、そういう感じです。そう、吹いてみましょう。伸ばす。そう、今気づいた今。はい。こっち。はい、行きましたよ。わざとこっから上を後ろと思って。わざとするとき、そう。ここから後ろ、そう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 。いいですね。ここから上後ろ、そう。どうですか。楽です。楽ですね。はい、吹いてるときも楽、うん。こっち方向はもう練習済みなので。反対もできるようにしてしたら間ぐらいとかも多分できるようになってくると思います、はい、僕割とよくこういう考え方使ってすごく便利に感じてます。その癖っていうのはある一方向にすごくよくできていることで、逆もできるかな、できてきたら多分普通ぐらいのものはできるようになってくるだろう。プレスのお話で、はい、フルートはどうなんだろうなって、ね、これもやっぱ二通り聞いたことは、うん、先生によってはすごくこうもう音がつくくらい落ち着けた方がいいって教わったこともあるし、はい、逆にそれで響きを止めちゃうので、はい、なるべくここはあまりこう押し付けすぎない方がいいっていうのを聞いたことがあって、ただ押し付けないとやっぱりあの湿り気があると動いちゃうって感じだった、うん、私も結構ここすごく汗がかく方なので、はい、本番とかでもこうつるっといっちゃうことがあるので、なるべくこう強めに抑えるように意識してるんですけど、金管の場合だったら、で今ハイ F だと2
多分誰であっても結構押すなって感じるじゃないですか。フルートの場合だったらどの程度かって言われると分かんないんですね。計測されてるかどうかもしれない、ね、ただ言えることはマウスプレートが自分にとっていてほしいところに常にいるように自分でするっていうのがプレスの意味だと思います。意味わかります？常に欲しいところに欲しい状態にしておくことにプレスが必要だったら気兼ねなくする、うん、でもそれやりすぎたら響きが止まるっていうのは確かにそうだと思います、うんうん、はい、ちょっと曖昧な